はい、どうもご視聴ありがとうございます。ルリボスです。今日もねポケットモンスターソードシールドをやっていきたいと思います。はい、ということで、私もね、まあ、先日、ポケモン、クリアしまして、まあ、クリアした後、まあ、クリア後の、まあ、イベントっていうのがあるんですけど、まあ、そこで、まあ、伝説ポケモンですね、まあ、剣と盾のポケモン、まあ、それぞれソフトによって違うんですけど、まあ、そのポケモンゲットした後、まあ、厳選っていうのが多分ね、あのポケモン対戦とかするんだったら、まあ、厳選するんですけど、まあ、その時のね、まあ、目安になるというか、個体値を見るのの目安になる、あの、ジャッジ機能っていうのがね、解放されたんで、まあ、その解放のされ方っていうのをね、まあ、紹介しようかなと、はい、思います。これ、ちなみにジャッジ機能って何ですかっていう話なんですけど、まあ、こんな感じでステータスあるじゃないですか。ここで、まあ、ボックス行きましょう。R ボタン、右下ね、書いてありますけど。さあ、ここ行って、で、ここでね、まあ、ステータスっていうのがね、右下、プラスボタンですね。プラスボタンあると思うんですけど、プラスボタン押します。はい。これ、うん。いや、押したこれは。うん。押したらこの状態。はい。押したらこの状態なんですけど、まあ、これからさらにね、右下、あの、ジャッジっていうのが追加されます。はい。右下、ジャッジ。プラスボタンあるんですけど、プラスボタン押しましょう。はい。はい。そしたら、このザマゼンタさんが、ヒットポイント最高、攻撃まあまあ、防御かなりいい、特攻最高、特防すごくいい、素早さ最高と。はい。まあ、こんな感じでね、これが、まあ、要は個体値になります。はい。一番いいのが最高。うん。で、それに、その下に伴って、まあ、すごくいいとかね、まあ、かなりいいとか、まあまあとか、そんな感じに、なってきます。まあ、要は、対戦で使う、まあ、ポケモンっていうかな、は、大体ね、まあ、6V って言うんですけど、まあ、基本的にこれ全部最高にします。はい。まあ、関係ないんで、例えば、物理アタッカーで特殊がいらないとか、まあ、そういうのは別に、まあいいとして、基本的にはまあ 6V 目指すかなと。はい、思います。これね、最高のことまあ V って呼ぶんで、まあ、6個 V があったら 6V。これ最高がね、最高が1、2、3、4、5、6。まあ、ヒットポイント、攻撃、防御、特攻、特防、素早さ。じゃあ全部6ですよが 6V。まあ、一番ね、まあ、個体値が高いですよと。はい、いう感じです。まあこれをね、まあ目安としてまあ見ることができるんですけど、はい。で、このね、機能がまあ解放の仕方がいるというか、ちょっと、一手間だけいるんで、まあ、それの紹介だけね、しときたいなと、はい、思います。はい、ということで、まあ、何かというと、まあ、要は、ザマゼンダとかクリア、取った後ですね、まあ、ここのね、タウンマップで、これ、シュートシティですね。まあ、ここにね、バトルタワーっていうのが、まあ、解禁されます。はい。で、バトルタワーに、まあ、行きましょうと。ああいう感じで、じゃあ、ここ、まあ、バトルタワー受付あるんですけど、このね、バトルターンの受付で、まあ、参加、まあ、挑戦する。うん。で、今私がモンスターボール級なんですよ。うん。で、この前に、まあ、何やったかな。なんかビギナーみたいな感じの級になってるんですけど、まあ、大体ね、勝利数が6って書いてあるんですけど、まあ、6回かな。6回勝ったら、まあ、僕の場合はこれモンスターボール級に上がりましたと。はい。で、このモンスターボール級に上がったら、ジャッジ機能が解放されましたっていう、に、まあ、先ほど受付のお姉さんが言ってくれて、ジャッジ機能が使えるようになりますと。はい、いう感じが、解放の仕方になります。はい、で、まあ、ちなみにこのバトルタワー、まあ、旅パー、まあ、いわゆる旅パーっていうか、まあ、いわゆる冒険で使ってきたパーティーと、まあ、バトルタワーの敵って結構強いんですよね。個体値とかも高くて。なんですけど、まあ、基本的に、その初級っていうか、この最初の方のやつは、敵もね、ダイマックスが使ってこないんですよね。うん。なんで、ダイマックス使って、まあ、敵を倒せば、まあ、案外、あっさりと、モンスターボール級まで上がれるかなと、はい、思います。まあ、最後だけ、ダンデやったかな、敵。うん。なんで、そこだけちょっと強いんですけど、まあ、旅パーっていうかね、ストーリーを倒してるんであれば、多分、まあ、倒せるかなと。まあ、私もそんなに苦労はせずに倒すことができました。はい。ということで、ね、まあ、モンスターボール級まで上げれば、解放がすることができます。はい。まあ、このバトルタワーなんですけど、結構バトルポイントで、まあ、こうミントとかね、これ性格っていうか、まあ、性格というか、何のステータスが上がりやすくなるかとか、まあ、こういうのを購入できたり、するんですよね。まあ、ここ、もしくはここかな。ここで、まあ、対戦の時に使うね、持たせるアイテムとか、うん。まあ、こういうのが、購入することができますんで、まあ、対戦をね、今後していこうかなと。思っている方は、まあ、ぜひね、まあ、まず、バトルタワー、まあ、あそこの級、モンスターボール級か、うん、まで、進めることをお勧めいたしますと。は
あれもしね、パーティー、まあ、ないよと。うん、旅パじゃ全然勝てないっていう場合は、ここにレンタルがいます。はい。で、ここのね、レンタル、結構ね、どれもこれも、まあ、比較的、よく考えられてて、まあ、十分余裕で、モンスターボール級まではいけるレベルになってます。なんで、ここをまあ使ってもいいです。はい。と思いますね。はい。ということで、本日の動画はここまでです。ぜひね、まあ、ここね、ジャッジ機能解放して、まあ、ポケモン育てて、ぜひね、対戦っていうのをね、やってみてください。ものすごく楽しいです。はい。ということで、本日の動画はここまでです。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではね、また次の動画で会いましょう。バイバーイ。